かっぱえびせんが発売されたのは1964年。国内で年間およそ1億6000万袋を生産されているそうです。かっぱえびせんの生産拠点カルビー広島工場に15人のファンが到着しました。全員かっぱえびせんと同じ1964年生まれで、全国から集まりました。安心できる味ですかね。塩味でやめられない、止まらない、美味しいですよね。かっぱえびせん大好きです。まずは工場見学です。かっぱえびせんはカルシウムを補う目的で、瀬戸内のエビを取り入れて広島で誕生しました。3回目の20歳のお祝いとして、成人の日の今日、初めてのファンミーティングが開かれました。生地にエビを丸ごとそのまま塗り込んでいるっていうところは変わってません。でただの食感とかっていうところは時代に合わせて 2,3 年に1回とかリニューアルして改善をしています。この後参加者は他のスナック菓子のフレーバーでオリジナルのかっぱえびせんを作って楽しみました。ファンの人たちはこれから80年、100年とかっぱえびせんに長生きしてほしいと話していました。おいしい。